はい、それでは3つ目の極意、ボディアクションについて説明します。はい、ボディアクションですね、最後のテーマになりましたけども、なかなか難しいと思う方多いんですよね。やっぱりボディアクションっていうのはですね、ボディをですね、動かせと言われてもどう動かせばいいのかっていうふうな話になるんですけど、まあ、これ簡単にボディの動きっていうのはですね、もう3つの動きに分かれますので、もうそこだけを意識していただければもう簡単にできると思いますので、ちょっとここを説明したいと思います。ボディアクションですね、ダンスでいうアクションっていうのはですね、1つ目、女性男性も共にそうなんですけども、ですね、この背骨のここですね、背骨の、この下のあたり、いわゆる腰のあたりですね、腰椎というあたりが、抜けない、少し反るアクションをしていただくですね。ね、男性も同じです。ちょうどこのあたりなんですけども、ここが常にグググッと入る反る動きをします。これもですね、もちろん足を使った動きと、関連するんですけども、一生懸命足を使ってもここに響かないと、上半身の動きにはなりませんので、必ずここを、少しだけ強くやりすぎると本当に痛めてしまうので、これも軽くでいいんですけども、常に、一つ反るような動きっていうのを入れてください。間違えた動きっていうのはですね、この腰椎の動きではなくて、この例えばね、もっと下の、お尻を前にこう突き出したような動きとか、もしくはこの頸椎ですね、この頸椎を折ったような動きを反るというふうに思っちゃう方多いんですけども、そこは間違いです。このちょうど溝落ちの裏あたりですね、ちょうどこの女性のブララインっていうところがあるんですけども、ここからちょうどこの腰のあたりまでね、ここ全体というのが軽く反る動きをします。これが一つですね。でもう一つが、ローテーション、骨盤を置いている状態から、肋骨全体をこういうふうに回旋する動きね、回転させる動き、ね、これも非常に重要になります。回転をするというと、みんな手を動かしたりとか、こう肩を回してると、これを回転してるというふうな気分になっちゃうっていうかですね、こんなに動かしてるでしょっていうふうな言い方になるんですけども、我々コンタクトしてる部分っていうのはあくまでもこの部分になるので、この部分が回転をしてるというふうな、信号を教えてくれないことにはですね、相手には回転してるなんていうふうに感じ取ってもらえませんので、ね、必ず、この肋骨、ちょうどこの肋骨と骨盤の間のこのお肉の柔らかい部分ですね、骨が大丈夫です。大丈夫です。しっかり筋肉ついてますので大丈夫です。この柔らかい部分を常に動かしてくれてと、もちろんこれ男性も同じです。でリードをするというのはイコール手を回すことではありませんので、ね、このボディのこのあたりですね、ちょっと皆さん洋服見て分かりますかね、こう絞られていく形ですね、こう洋服に少しこうシワが寄っていくような形っていうのがやっていただくと、ボディーローテーションという動きというのはすごくスムーズになりますので、そこを意識していただきたいですね。あとはこの脇腹を伸ばすストレッチですね、3つ目、ちょうどこの肋骨とこれも骨盤のこの間を広げるような動きですね、この間をこう広げるような動き、これはダンス用語で言うならスウェーっていう動きになるんですけども、このスウェーの動きもどうしてもみんなですね、傾ける方、どっちかというと縮める方に意識が行きやすいんですよね。これももちろん間違いではないんですけども、見せたいのは常にストレッチをしているということを見せたい動きになりますので、結果的にここが少し縮みましたっていうのは、これはもちろん間違いではないんですけど、あくまでも結果であってほしいんですよね。ね、伸ばしてるから結果的に曲がったという人と、まず曲げる方を意識しちゃう人では、全然動きとしてはですね、ポジティブに見えるのかネガティブに見えるのかは全然違いますので、そこを意識してやっていただきたいんですよ。で、この、動きをですね、じゃあちょっと、皆様の、大好物、ピクチャーポーズで、じゃあちょっとやっていきたいと思いますね。私たちですね、ダンスファン2月号で、
大反響だったエビスタイル、ね、もうすごい売れに売れたっていう2月号本当かどうか分かりませんけどもとりあえず自画自賛で言ってみましたけど、そのスローアウェイの形をですね、ちょっと紙面ではなかなか難しいので、今回 DVD でちょっとやっていきたいと思います。まずじゃあちょっと踊りをお見せしますね。ここからスローアウェイ、セームフットランチ、ドラッグからディベロッパー、また、はい、セームフットランチ。素晴らしいストレッチ、ありがとうございます。今何が私に伝わってくるかというと、やはりこの辺りの動きなんですよね。この辺りの、先ほど言った反る動き、回転する動き、傾く動きの3つが、ミックスされて、私のこのちょうどお腹あたりにこう動いてくるので、まあ、いわゆる最近よく言う 3D っていうね、3ダイメンションな動きですよね。あくまでも平面的な動きではなくて立体的な動きとしてこう感じてくるわけですよね。これをじゃあ上半身のもっと高い部分、いわゆる頭とか肩の部分でやってみましょうか。いやもう立てません。これ必死でですね、頑張ってわざとやってるわけではありませんからね。もうこの時点でもうボディが何も感じないので、ちょっとこれもう立てないんですよね。ね、だから常にこの部分に相手にどんな信号を与えるかというのをやっていただくというのは、まあ、男性ももちろんそうなんですけど、ピクチャーポーズというのはやっぱり女性の鼻の部分になりますので、そこをちょっとやっていただきたいんですね。女性は何かこの動きをするにあたって気にしていることってありますか？まあ、やっぱり先ほどからずっと言ってますけど、そのボディを与え続けるっていう仕事をやっぱりいつも考えながらピクチャーポーズは特に取るようにしてます。そうですね、ピクチャーポーズっていうのは、あくまでも動きが、ストップする動きですね。こう入った時にですね、これはもちろんフィガーとしてはもう動きがステップがない動きになりますので、重心の位置というのは皆さんもですね、いつも踊ってる時というのはこの辺りちょうど、溝落ちの辺りぐらいに重心っていうのが置いてるわけですね。人間歩いてる時とかも、例えばこういうふうに重心歩いて歩く人っていないんですよね。ちょうどこの辺りぐらいを重心にしてこう普段歩いてるんですけども、ピクチャーポーズっていうのは大きなラインを出さなきゃいけない、ステップがない動きになるので、重心が多少低くなってもこれもちろん大丈夫な動きになりますので、ね、自分が思ってる高い位置以上にもっともっと低いところで体を動かしてラインを出してるんだなと思っていただくと、より大きな花を咲かせることができますので、ちょっとやってみますね。はい、ここで反る動きが一つ入ってきます。見えますか？この腰椎の部分がもうすでにここが反ってる動きになります。ここから、この腰がローテーションが始めます。そしてほんの少しスウェイが入ります。はい、ここからセームフットランジに入ります。この時も分かりますか？ちょっとじゃあそのまま頑張ってくださいね。ここもダメな場合、もう腰椎が抜けちゃってる形、ね、でスウェイがまっすぐになってる形、これじゃあもう美しいピクチャーポーズとは言えませんので、はい、腰椎を入れて入れて入れて持ち上げて引っ張って持ち上げて、はい、スウェイをほんの少しだけ、そうですね、こうすることによって男性からするともうボディーコンタクトはすごくこの反対の面ですね、ちょうど女性で言うならこっちの面になります。ここの面がすごく今ストレッチされて伸びてるのがわかると思うんですけども、ここに男性の右の股関節がぴったりとフィットすることができるので、大きなラインを出されても男性からしてみると重いとは感じないわけですね。これがもし抜けてるのに、例えばこの状態抜けてるのに大きなライン、これもう
もちろん自分で立つことできませんので、じゃあ誰が支えるのって言ったらこの私の右手さんが大きな仕事をしなきゃいけなくなるわけですよ、ね、そうするともうあのダンスの練習ではなくてジムに行ってこういうトレーニングしてた方がダンス上達するよって話になっちゃいますので、泣くまでもこの手と筋肉というのは使いたくないわけですね。多少はもちろんホールドしてるから使わなきゃいけないんですけど、あまり使いたくないので、そこはしっかり女性の方が、ね、この背骨をちょうど腰椎の部分をしっかりとストレッチして、それからスウェーも使って、それからローテーションも使って、この3つの動きを駆使して、はい、じゃあセームフットランジから、はい、ラインを出して、ね、このようにしていただくと、ね、すごく大きなラインになって綺麗に踊れると思いますので、皆様ですね、あの体操を怠らず、ダンスの練習ももちろんそうですが、ね、宮古先生も毎日やってます、はい、私も毎日体操してます。やってもやっても硬くなるぐらい、ね、体っていうのはすぐに筋肉が硬直してしまいますので、ね、もうやってもやっても体操をね、あの歯磨くぐらい毎日習慣づけて、こういうふうな体操をしていただくとよりダンスが向上すると思いますので、しっかり、練習取り組んでみてください、はい、2人でやるちょっと体操を2つか3つぐらいご紹介したいんですけれども、まず手を2人で持って向かい合って脇腹をこうストレッチします。こう見てみましょうか。あいたたたたた伸びますね。あいたたたたたた、ね、この脇腹の体操、今度は前後へのボディストレッチ、これもですね、あの肩甲骨なんかがすごく、引き剥がされるような感じの体操になりますので、背中の柔軟性に、ね、取ってみたらすごくいい体操になりますの で、 であくまでもあのこの手をですね、あのお互いにですね、あの喧嘩しちゃったみたいにですね、こう引っ張ってこうグイ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 するんではなくて、ただ手を置いて軽くこうリズムに合わせてゆっくりですね、押したり引いたりっていうのを背中で感じながらやっていただくと、こういう動きっていうのは例えばスローアウェイに入る時の動きですね、こういう動きから、ね、分かります、ここからこういう動きからこう切り替わってくる動きなんかに、すごく使うことができますので、このような体操をぜひやってみてください。皆様、ワルツの極意はいかがだったでしょうか。はい、極意ですね、フットプレッシャー、レッグアクション、ボディアクション、3つの極意をレクチャーしましたけども、一つ一つですね、とても重要なことを言いました、一つがですね、できればダンスレベルも上がると思いますけども、やっぱりですね、ダンスにはですね、3つのアクション、これをすべてコーディネートした動きをやっていただくと、もうより、ね、急上昇できると思いますので、私たちですね、これからデモンストレーションをご披露しますので、ぜひ見てですね、技を盗み取っていただきたいと思います。やっぱりですね、ダンスっていうのはですね、コーディネートが必要ですよ。そうですね、ダンスはコーディネートね。
やったいやお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした今日初めて。今日初めてで緊張しちゃってあんまり喋れなかった。こっちも緊張しました。もうえ緊張しても本当もう昨日なんてたったの9時間しか寝れませんでしたよ。もう本当にもう心臓バクバクでお酒もビールとハイボールとそれだけしか飲めなかったしちょっと飲みすぎじゃないそれそう最近緊張感ないね。宮古先生お酒飲んでないもんね。そうなんです、飲んでないんです、ね、最近お痩せになられてますます美しくなって何も出てこないから、これでせっかくなんかいいもの買ってもらおうかなと思ったのに、じゃあこちらが買っちゃおうかなっていうのは何を嘘じゃあまた皆さんお会いしましょう、はい、バイバーイ。ダンスファン30周年おめでとうございます。おめでとうございます。